秋篠宮家の長女、眞、ま、子さんの夫、小室圭さん母、佳代さんに、米国ニューヨーク移住計画が浮上のわけ、秋篠宮様の考えが影響して、秋篠宮家の長女、眞、ま、子さんと結婚した小室圭さんの母、小室佳代さんに、米国ニューヨーク移住計画が持ち上がっているという。 言うまでもないがニューヨークは小室夫妻が暮らしている場所だ移住プランが噂されている一番の理由は秋篠宮家と小室家との関係にあるようです去年秋篠宮様と関係の深いジャーナリストが出版した著書で秋篠宮様本人が K さんや佳代さんに対してきつく当たったことが明かされました皇室ジャーナリスト その著書「秋篠宮小学館」によれば、秋篠宮さまの考えは、圭さんと眞子さんの結婚をできるだけ多くの国民に理解してもらう必要があるというものだった。そして、そのためには佳代さんを巡って取り沙汰されていた元婚約者との金銭トラブルへの説明を早くするべきだということだった。秋篠宮さまはこれまで会見を通じ、 結婚に対する国民の理解が深まったとは言い難いとの認識を示されてきましたその意味では本に書かれたような説得工作が不調に終わったと捉えることができるでしょう両家の関係修復は難しいのかその一方で小室家は小室家で非公式ながら秋篠宮さまの生の声を集めた本の中身を正面から受け止めきれずに来たという 公然と振る舞いについて否定的な判断をされているわけですから小室さん星も複雑な思いでいたことでしょう何よりも両家の関係修復は難しいというか無理と指摘する関係者の声が圧倒的です小室家への思いについては天皇陛下もまた秋篠宮さまと考えを同じくされているという。 皇室や皇族は国民からの信頼あっての存在ですから、トラブルを抱えるとか、誰かを傷つけるような人はふさわしくないということになりますね。眞子さんが皇籍を離脱したとしても、皇室と無関係になるわけではありませんから、小室家への警戒心が芽生えても不思議ではありませんね。最大のネックはお金もちろん。 代さんに天皇陛下の意向まで伝わっているはずはないだろうが佳代さんとしては秋篠宮家と小室家とが隔てなく親密に関係を構築できなくなっていることは認識しているようですとなると日本で生活する意味もどんどん希薄になってきている。 その他のさまざまなしがらみから逃れるべく日本を離れ、息子夫婦が生活するニューヨークへ移住するプランが現実味を帯びてきているというわけです。移住に関する最大のネックはお金だ